確認時、緩和。クロスの壁。真っ黒毛だけどね、ここがね、少しなんかお釈迦様が寝てはる顔に見えるでしょ。ここを赤外線に沿ったら、ひょっとしたらということで、ここばかりをずっと狙って撮ってたら、ついにお顔が映ったの。お顔がね、びっくりしました。戸田さん、覚林寺。加古川市の郷土の誇りでもあり、多くの国宝級の文化財を有して、西の法隆寺とも称されるこのお寺は、聖徳太子建立の寺と伝えられています。太子が、恵弁法師のために建てたと伝わる庄舎が、やがて四天王寺奨励院となり、後に覚林寺と呼ばれるようになりました。この覚林寺には、飛鳥時代から今日まで、およそ1400年間の歴史があります。国宝の本堂です。和様の大仏様式に禅宗様式を取り入れた雪中様式の代表的な建築で、室町時代の建造となります。本堂のご本尊の薬師三尊像は、平安時代のものと言われ、60年に一度ご開帳される秘仏とされています。この本堂と上行堂、太子堂の伽藍は3つで一体の配置であり、天台宗の寺院の中で当時の建築物がそのまま残っているのはこの覚林寺だけとなります。ここは覚林寺の塔頭寺院の一つ、宝生院です。三木長老は覚林寺のご住職であり、そしてこちらの宝生院のご住職でもあります。宝生院の庭園です。奥に見える辻塀の向こう側が本堂の裏手側になります。中の庭園は平安式と鎌倉式でまとめられた風情のある佇まいです。それでは覚林寺長老三木英生さんのよもやま話です。これは覚林寺の塔頭の一つの宝生院という塔頭でございまして、私はここに、30年ほど住職をさせていただいたわけですが、このお庭は、まあ、あんまり大したことはないんですけども、正面には国宝の本堂、左側の奥に、平安時代の国宝太子堂、さらに左側には、鐘楼が見えます。またこちらの右側の奥の方には、重要文化財平安時代の上行堂というお堂が見えます。こういう覚林寺の主な堂塔がね、見れるという素晴らしいお庭でございます。ちょうど正面に、ありますのは三尊石とこう呼んでおりましてね、仏様の三尊さんを表していると言われています。中央が阿弥陀さん、それから向かって右側が観音菩薩、観世音菩薩、左側が聖子菩薩と、この三尊石と言われていまして、こちらの石の上が礼拝石と申しまして、ここからあれを拝むと
というふうな庭になってございます。こちら側はちょっと荒々しくて鎌倉式の岩組、こちら側は非常にこう優しい感じで平安式の石組みになっております。現在青葉若葉の時代でして、特にモミジが非常に美しいですけども、このツツジがね、お方満開か満開過ぎでございます。明王境内に転じますと本堂の前、こちらから見まして左側の、方に沙羅双樹の、木がございます。また右側には菩提樹の木がございます。不思議なことに6月の初旬にこの沙羅と菩提樹が、咲くのでございますね。非常にこれ不思議なことです。この沙羅と菩提樹を見にたくさんの方が、来られます。まあ、そういうことで来月はまた覚輪寺がにぎわうと思っております。三木長老の人生の中で心に残る3人のお師匠さんのお話です。私はお坊さんのお師匠さんが3人おられます。まず一人目は自分の実の父親でございますが、その父親のもとで小学校6年生の時に得度をしたわけでございます。この父親は難しいことを言わないでね、お前は少々悪いことをしてもいいぞと、その代わり必ず元へ戻ってこいと、こういう教えだったと思います。2番目のお師匠さんは、高校2年生の時に、比叡山で、修行をしたわけでございます。50日間比叡山にこもりましてね、その時の行員のお師匠さんが森関東さんというお師匠さんでございまして、この方は、の教えは非常に厳しい方でしたが、トイレ行った時には草履を次の人がちゃんと履けるようにこう揃えて出ろと、そういう非常に簡単な教えでした。ところがこの森先生は、比叡山で法華経の行者と言われている人でありまして、法華経の教えは、菩薩道というのでございますね。菩薩として生きていけよという、その菩薩道をごく、簡単に言えば草履をこう次の人のために脱いでいけという、そういう非常に素晴らしい教えを教えていただいたんでございます。3人目のお師匠さんは、大学の時に、小僧に京都で入りました。ちょうど三十三間堂の本坊であります妙法院というところに入ったのでございますが、そこの御門主が三崎良仙という御門主でございます。この御門主さんも非常に厳しい方で、朝は早く起きて掃除をしろと、その次は勤行をしろと、ここにおっしゃっておりました。学校から帰ってきたらすぐに草取りをせよと、夜はお客さんの接待しろという、日曜日は三十三間堂を手伝いに行けという、そういう方でございましたけれども、朝ご飯を差し上げに行きました時にお給仕をしておりますと、ご機嫌がよくって、よく我々にいろんな教えを教えてくださった。それはこういうことをおっしゃった。お前たちは、お寺へ帰ったら線香は、仏様の前にお供えする線香は垂直にまっすぐに立てろと、
こうおっしゃった、これを未だにねお線香を立てる時に、やってみますが大変難しいことです。でこの教えはプロとしてはこうあるべきと、こういう教えではないかなということを後で気がつきました。その次にこの三崎ゴムスさんが教えてくださったのは、貧しいうちにお参りした時ほどいい衣でお参りせよと、というふうとおっしゃってましたね。今、童話教育とかあるいは弱いものを、中心にした生き方をせよとかに言われますけれどもね、そういう頃から貧しい人こそいい衣でお参りせよと、そういう教えをね教えていただいたのでございます。国宝太子堂の平安時代壁画をよみがえらせた長老の思いのうちのお話です。国宝太子堂です。本来は法華堂ですが、道内に聖徳太子の壁画があることから太子堂と呼ばれています。中には壁画が多数描かれていますが、灯明などの黒すすで黒く覆われてしまっています。そこから平安時代の極彩色の世界をよみがえらせた復元過程のお話です。壁画を復元模写したものです。黒すすの奥からこのような極彩色の世界がよみがえりました。特別に許しをいただき堂内に入ることができました。特別会長です。はい、これが元の壁画です。復元模写してこのようによみがえりました。重要文化財の仏涅槃図です。黒すすの壁画がこのようによみがえりました。あれの元はこれなんです。実は最初赤外線写真撮ったのは私なんです。でね、真っ黒けだけどね、ここがね少しなんかお釈迦様が寝てはる顔に見えるでしょ。ここを赤外線に撮ったらひょっとしたらということで、ここばかりをずっと狙って撮ってたら、ついにお顔が映ったんだ。お顔がねびっくりしまして、うわすごいよ。で他も全部こう出てくる。そうするとカメラの端にポクが入りますわね。少しなここにもね映ってる。ほんならここにも絵があるわ、ここにも絵があるということで、お堂の中中壁画だらけということでね、赤外線で全部解明したわけです。でそれがまさかねああして色がつくとは思ってない。その光を当てると色がわかる。これは今の絵の具違いますからね、昔の顔料という絵の具ですからね、それがわかる。それでねずっとこう色を特定をしてくれて、そうして昔と同じ顔料で復元したのがあれなんです。鮮やかでしたね。ちょっとね東京の芸大の大学院の、ね、学生やったんですけど、その、まあ、女の子、女の子がね、ぜひこれをね私に卒業制作にやらせてほしい言うて許可をしてくれ言うからね、あなたに、ね、これを描いた絵をお寺へ奉納してくれるなら許可はしましょうって言うたらね、なかなか難しいらしいんですよ芸大はね。みんなも保存しとくらしいんで学校に、ほんとはまあ許可が出て、でまあああいうのが出て、これはこの人はただものじゃない腕がねいうことで、この表側のライン号図、そして柱、全部お願いしたんです。3年がかりでね全部。
蘇った平安時代の太子堂壁画です。釈迦三尊像の周りには四天柱が立ち、背面や上面は極彩色の壁画で囲まれています。そしてこちらが太子堂のご本尊、重要文化財釈迦三尊像です。このご本尊は太子堂から宝物館へ移してきたもので、現在の太子堂にはレプリカが置かれています。こちらが太子堂のレプリカです。このご本尊の背面は先ほどの仏涅槃図の反対面にあたり、九品雷合図が描かれています。復元模写からわかる柱に描かれた菩薩の姿、そして周囲の障壁に描かれた飛天の姿など、涅槃図や雷合図だけでなく、このお堂の仏画は平安後期の藤原文化の粋を集めたものでした。ではここで三木長老から先ほどの仏涅槃図の絵の解説をしていただきます。あちこちに涅槃図がありますが、普通はね、お涅槃さんが小さいんだよね。で動物がいっぱいここにおる。これはね、この端から端までがお釈迦様なんで、で動物はここに獅子が一頭おるだけです。あと動物いない。それともう一つはね、あそこに普通の涅槃図はお母さん、お釈迦さんのお母さんがね、こうもう亡くなってるんですが、迎えに来ておられる図があるんです。で実はお母さんの名前はマヤさんというんですが、でマヤさんはね、お釈迦さん産んで1週間で亡くなっちゃうんです。それはそうですが、お釈迦さん産んだのは、ルンビニー言う穴備え言うけど外ですやん。外のね、まあ言うたら、まあ言うたら衛生状態が悪いところでね、だからね、そうなったと思います。だからこのお母さんはお釈迦さんのことが気になってしょうがない。あとはね、ご自分の妹さんが来てね、お母さん代わりに世話したんだけどね、ね、ですから亡くなるデータ飛んできてる図が多いんです。ところがね、確認のやつは帰ってはるんです。向こう向いてはるんですよ、お母さんが。確かにこれは後ろを振り向きながらも帰っていこうとしているお姿ですね。ほんで乗ってる雲がね、ずっとこっちたなびいてる、いうことはこのお母さんはここへまず来られたんだ、お釈迦さんの枕元ね、雲に乗って。そしてあなた、今死なないで長生きしてちょうだい、不老長寿の薬あげるよって、不老敷包みに不老長寿薬包んだのを上から投げたんだ。ところがこれがお釈迦さんに届かんと、このサラソウジの枝に引っかかっちゃったんね。でも仕方ないからもう帰っておられる図なんです。だけどもね、お釈迦様は仏様ですから、死ぬ時は死ぬんだというようなことを悟っておられるから、薬も何もいらないんですね。だけどもお母さんは母心ですからね、そういうことであろうと。でこういう高尚な仏画にね、そういう母心が書いてあるなので、私も感動してるんですけどね。次は千年にわたり鳴り響いてきた高麗の梵鐘を収めた鐘楼、王子貴鐘とはどんな鐘の音色なのでしょうか。重要文化財鐘楼です。ずっしりとしながらも優美な形の袴越し作りの鐘楼、この中に高麗時代の朝鮮梵鐘があります。王子貴鐘の音色がするということですが、果たしてどのようなイメージで聞くことができるのでしょうか。
でまずここにね龍の頭と書いてね、龍がこう天に昇って玉を取ったこの姿でね、これはボタン唐草模様という模様ですね。でこれを、9つ、こういうのがあるんです。日本の水がね、これ108つあります。これ合計で36しかない、ちょうど日本の釣り鐘の108つの3分の1の大きさでね。しかも日本の釣り鐘は先がプツッとね、先が尖ってるんですよ。この朝鮮の鐘はそれはないんです。次にこういうのを、月座と申します。これ当たるところね、この月座がね、当たるのは一箇所なんですが、あと飾りに2つついてます。合計3つ。日本の釣り鐘は正面と裏正面と2個しかないんです。これも朝鮮鐘の特徴。あと一つは、日本の鐘はここが馬の蹄のようにポコッと膨れてるんですね。で朝鮮のはスコッとが切れてる、こういうふうな特色があります。で姿はね、あんまり美しい美人じゃないんですけど、音が非常に美しい、日本で40ある鐘の中で一番美しいんじゃないか。で大敷町という音の高さがすると、ここに言われています。大敷町の鐘の音色です。ちょっと一般の釣り屋とは違う音がするでしょ。もう一つだけ。いかがですか、こういう音がいたします。昔ある高名な方がこの音色を特別な文学表現で褒めたたえたそうです。さてどのように表現されたのでしょうか。この釣り鐘は普段はあんまり公開しておりませんので、年に1回だけ、除夜の鐘に、108に並んでいただいて、お一人一つずつついていただく。素晴らしい音がいたしますが、昔徳富祖法さんが来られた時にこの音を聞いて、金霊玉心と、金の鈴あるいは玉を振ったような音だというふうに例えた、そういうことを聞いております。さてこの音色ですが、ご友人とのツーショットで表現していただきましょう。今の言葉、金霊玉心、あなたは、私はね、大変優しく愛おしい音色、ほんまにこんな愛おしい音色はない、素晴らしい優しく愛おしい音色だと僕は思ったね。大きに、さすがは。いや、それも入れてもらうといかんね。ぜひ。長老の宇宙観、仏教と宇宙について、そして宇宙の命をいただくというお話です。実は私、今年誕生日が来ますと80歳になるわけですが、これまで大きな病気もしないで非常に健康に恵まれて今日まで過ごしてきて、ありがたいことだというふうに思っているんですが、
つい昨年になりまして、大きな病気をいたしまして、この1年間に4回も入院いたしました。その中で心臓にペースメーカーを入れたり、あるいは心臓の手術をしたわけでございます。大変私は驚きましたけれども、先ほど紹介しました第一の師匠の私の父親が晩年言っていたことは、自分が足を悪くしたりねした時にね、この足は何十年も使ってきた足だと、それが何十年して故障するのは当たり前だと、機械でも何十年も持つ機械ないだろうと、そんなことをおっしゃってましたが、なるほどと、私の心臓もね長い間働いてきてくれたと。計算してみますと1分間に70回動いているといたしますと、1時間では4000回、1日ではなんと10万回鼓動が動いているわけですね。1年で3600万回、私の年齢の80年では30億回、こんなに、長い間心臓はほぼ休みなしにこうして動いてくれてるわけですね。それがちょっと途中で休もうかと思って、もうこれ当たり前だなということを思いながら病院に入院したのでございます。まず大手術といたしましては、便の手術をいたしました。便の、取り替えでございますね。この手術の時はだいたい4時間ぐらいかかったようですが、考えてみますと一時いわゆる心肺停止をしとるわけです。手術の間ね、心臓を止めて、そして、人工の心臓を動かし、また肺臓も止めて、人工の肺を動かす、いわゆる心肺停止をね、していたわけです。自分は麻酔がかかってますから知りませんけどね、そういう中でね、手術が成功いたしまして、今度、ICU の部屋で、ほっと目が覚めましてね、看護婦さんがやってきて、三木さんよく頑張ったねとおっしゃってくれましたけど、私麻酔してますから頑張るも頑張らんもわからんのですが、よく考えてみると心肺停止をかいくぐってまたよみがえってきたわけでございますね。そして、最初に看護さんが、からいただいたのが、コップ一杯の水でございました。この水のなんと美味しかったこと、本当に美味しいお水で、ございました。さらによく考えてみますと、心肺停止のあと息をしたわけですね。空気をこう取り入れたわけでございます。お水も地球上にいっぱいあるわけだし、それから空気も地球を囲んでいるわけですからね、この空気のまた美味しいこと、この上なく素晴らしいものでございました。そしてその空気と水を持っている地球ということを考えたわけでございます。さらに、最初の食事をいただくときに考えてみますと、食べているものはすべて地球上に生きているもの、生き物ばかりでございます。人間と同じように生きている、そういうものを食事としていただいている自分というのを考えたわけでございます。さて、この地球が存在している宇宙でありますが、私たちの存在している宇宙のことを
銀河系宇宙と呼んでいるわけですね。でこの銀河系宇宙は、直径が10万光年といいますからね、光の速さで10万年光の速さのロケットがずっと飛ぶぐらいの直径があると、そんな大きなのが銀河系宇宙。その銀河系宇宙の中にいわゆる太陽のような恒星星が1000億から2000億あるそうでございます。そのうちの一つが太陽でございますね。その太陽が1000億の一つでございます。でその太陽は今から48億年前に生まれたようでございまして、太陽は銀河系の端っこの方にあって、でだいたいずっとこう2億年に1回銀河系の宇宙を、周回しているようでございます。でその、48億年前に生まれた太陽の中で地球が生まれたのが46億年前とここに言われております。そして10億年後にいわゆるお水が、いわゆるお水言ったら海でございますね、これができ、そして4億年前に空気ができたようでございます。その水と空気に包まれている、まあ、天文学的に言えば衛星、これが地球という星、私どものおるところでございますね。その星の中に私たち人間はじめ他の動物、植物、それからいろんな資源鉱物がこの中に存在しているわけでございます。人間が生まれたのはその中でたった300万年か400万年前でございますわね。今のところ必ず宇宙には地球のような水や空気を持った星があるはずだと、ということを天文学者は言っておりますが、今のところはこれまだ発見されてない。この間土星の衛星にね、どうも空気とかお水があるらしいというようなことをね、アメリカのロケットのカッシーニというのがね、電波で送ってきたようでございますけど、今のところは地球がこの広い広い宇宙の中で唯一空気と水を持っている天体でございますね。その中で私どもが生きさせていただいている、本当にありがたいことでございます。よく仏教では前の世の中を前世と言います、今の世の中を今生と申します、そして未来は来世と言うんですが、この前世から今生から来世に通じて長い間私たちは実はたった何十年の命を生きてるんじゃなしに、いわゆるこの私たちの宇宙、つまり銀河系の命、138億年という年代を、年齢を背負って生きているのではないかなと、そんなことを病院で考えたわけでございます。そういう中で仏教でも言っておりますが、永遠の命をいただけと、ね、私どもはわずか数十年しか命はないわけですが、仏教の教えは永遠の命をいただけと言っているのは、そういう宇宙の命をいただけと、こういう意味ではないかなと思っております。仏教の教え、天文学と何ら矛盾しない素晴らしい教えだなということを思った次第でございます。お釈迦様が亡くなった時、サラソウジュの花が白く枯れ、鶴の羽のように重なって見えたとの故事から、覚輪という言葉が生まれました。
覚林寺の名前の由来です。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラソウジュの花の色、乗車必須の断りを表す。覚林寺、1400年の歴史。ここは聖徳太子のお知恵が生まれたところなのかもしれません。